ルブランパリ社のコントラバスクラリネットとコントラアルトクラリネットの比較コントラバスクラリネットは木管楽器の一つでクラリネット属の管楽器。コントラバスクラリネットは非常に珍しいオクトコントラアルトクラリネットとオクトコントラバスクラリネットを除き一般的に用いられるクラリネット属の中で最も低い音域を担当する楽器の一つである。一般的に使われている ヘンド調のコントラバスクラリネットの場合、一般的にクラリネットと称されている。ヘンド調のソプラノクラリネットより2オクターブ低く、ヘンド調のバスクラリネットより1オクターブ低い。コントラバスクラリネットには最低音が、気温 E のものと気温 C のものが存在する。 アルノルト・シェーンベルクの5つの還元楽曲では、異常のコントラバスクラリネットが要求されるが、今までそのような楽器が存在したことはない。4本のトリルキーが存在する他のクラリネットとは違い、コントラバスクラリネットには、右手のトリルキーが1本だけしか付いていない。その1本だけ存在するトリルキーは、他のクラリネットの一番下のトリルキーと同じ役割を果たしている。 近年に入ってトリルキーの改造に着手するメーカーも出現している。コントラバスクラリネットはペダルクラリネットという名前でも知られている。コントラバスクラリネットを製造している楽器メーカーの数はそれほど多くない。ヘンリー・セルマ・パリ社はバスクラリネットを大きくしたようなローズウッド製の楽器を製造しており、現在のところ木製で製造しているのはここ1社のみである。 ルブラン・ usa 社は同じような形のプラスチック製の楽器を製造している。ルブラン・パリ社はペーパークリップのように折れ曲がった形をしている楽器とセルマー・パリ社やルブラン・ usa 社と同じような形をした楽器の2つの形式の金属製楽器を製造している。2006年前半、ベネディクト・エプルスハイムは右手の4つのトリルキーが完備したフルベーム式の クリップ型金属製、コントラバスクラリネットを公開したが、この楽器はまだ量産されていない。コントラバスクラリネットを独創楽器として使用した最も有名な演奏家は、おそらく、アンソニー・ブラクストンであろう。他の演奏家として、ダグラス・ユアート、ビニー・ゴールア、マワタ・バウドン、ボルフガング・フックス、ハンス・コフホ、エドワード、キッド・ジョーダンなどが挙げられる。 この楽器自体が珍しい楽器ではあるものの、コントラバスクラリネットは、現在定期的に製造され、利用されているクラリネット族の楽器の中では、最も低い音域を担当する楽器である。この楽器より低い音域を担当する楽器として、AA オクトコントラールトクラリネット、および BBB オクトコントラバスクラリネットが存在するが、これらの楽器は、非常に稀である。 コントラバスクラリネットとバスクラリネットの中間的な楽器である変歩調のコントラアルトクラリネットはしばしばいいコントラバスクラリネットと呼ばれることがある。この楽器のためのソロ作品はほとんど存在しない。一例として次の曲を挙げる。コントラバスクラリネットが使われている曲として下記の曲が挙げられるクラシック作品ではないが以下の曲がある。また、 1956年に開催されたホフナング音楽祭において祝祭アンサンブルによってアニーローリーのテーマによる変装曲が演奏されたがこのアンサンブルの編成はピッコロにコントラバスクラリネットにコントラファゴットにヘッケルホーンハーディガーディなど高音と低音に極端に偏った楽器編成となっておりイギリス市民にコントラバスクラリネットを紹介する格好の機会となった ありがとうございます。